皆さんおはようございます。ご紹介いただきましたJAMという労働組合で副職種をやっています川野と申します。本日はお手元にお配りしてますけれども、このパンフレットの中にJAMという組織の紹介をさせていただいております。今田口先生の方からも話ありましたけれども、機械金属産業ものづくりというそうしたファクターで、1800の労働組合が加入しておりまして、35万人の組織人員を抱えているそうした組織です。で、一番裏面のところにですね、主な加盟組合ということで、お示しをしておりますけれども、名だたる企業もJAMの仲間で、先ほど言いましたようにものづくりですから、菓子を、チーショックとか身近な時計の菓子を、あとピアノの河合とかですね、トラクターや建機の久保田、小松、あと島津は医療から宇宙に及ぶまで、ノーベル賞を受賞した方も島津の従業員で、島自転車の島とかですね、ミシンの重機とか、時計の成功、エアコンの代金、TDK、音楽関係もそうですし、シチズン時計ですね、こうした名だたるところ、JVC 建築と、ミワロック、これはマンションや自分の住んでるアパートの鍵を見ていただくと、ミワって大体書いてあると思うんですけども、それぐらいのシェア率を持っている大きな会社ですけれども、あとヤンマーやラブテスト、イコという、そうした一部ですけれども、そうした組合、企業が加盟している、そういった組織というふうにご理解いただきたいと思います。で、本日のこの講座の中ではですね、今働く現場で何が起こっているのかというお話をさせていただいて、職場のリアルというテーマでお話をさせていただきますので、何が起きているのか、また何が問題なのか、それに対して労働組合がどのような取り組みをしているのかというような、そうしたお話をさせていただきたいと思っております。このことは今後近い将来、皆さんが社会に出られてですね、そうした働く現場に出られる皆さんが自らの課題と捉えていただきながら、今日の日本社会で働くことの意味について考察を深めていただくような、そうした講義ができればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは労働者取り巻く状況ということで、お示しをさせていただいておりますけれども、その前にですね、ちょっと数字のお話を若干何点かさせていただきたいと思いますけれども、雇用環境、働く雇用された環境がどういう状況下にあるかというと、就業者数が6357万人が就業者として働いておられて、前年比で比べると、40万人弱が増えてきています。雇用環境が改善したという見方もできるかと思いますが、雇用労働者数、そのうち占める雇用労働者、雇われる側の労働者の数は5645万人ということです。前年比で62万人が増加したという、そうした背景がございます。こちらも雇用環境が改善したという見方ができるかと思いますし、失業率、完全失業率が 3.4% で、前年比で15万人が失業者から就職されたということで、雇用環境は改善の方向にあるということが今日本の中では見て取れるかと思います。合わせて言いますと、そのうち課題として何があるかというとですね、正規雇用労働者、皆さんはこれから社会に出られるときに非正規と呼ばれる働き方はしたくないと思っておられるはずですし、正規労働者として就職したいというのはもう当然のことだと思いますけれども、非正規労働者の数はそのうちですね、3291万人しかいないんです。6357万人のうち3291万人が正規で働いておられる。ただしこちらも18万人昨年から増えてますので、正規労働者の数も増えているということですけれども、軽視できないというか、注視しなければいけないような課題は、非正規労働者が2016万人おられるということです。前年比で49万人増えています。正規労働者が18万人しか増えてないのに、非正規の人が49万人も増えている。
ということを見ていただければ、聞いていただければ、非正規で働く人たちの比率が非常に高くなっているということが数字的に見て取れるかと思います。合わせて言いますと、雇用者に占める非正規の割合は、今日的な課題になってますけれども、38% まで上っているということですから、まあ、4割弱が非正規で働いているという、こうした社会の、まあ、比率というのが正しいのかどうかという課題が残るわけですけれども、まあ、皆さんは大学で勉強されて、これから就職されるときに非正規で就職しないという、先ほど言いましたような、そういう思いで就活もこれからされるのかと思いますけれども、ただそうした数字が出てきているということです。非正規の比率が高まっているという背景の中で、もう一つ加えて数字の話をさせていただきますけれども、若者の非正規雇用っていうのがやっぱり課題なんです。大卒に関わらず、学校を卒業後初めて就いた仕事が非正規雇用である比率が 39.8% です。先ほどの非正規の比率が 38% まで、上昇しているという話もそうですけれども、卒業後初めて就いた仕事が非正規が 39.8%、 4割です。4割の人が正規につけないんですね。正規雇用を目指して就職活動をされているんですけれども、つけない、そういう実態があるということですから、これは大卒も含めて引率も含めてそういう状況下にあるということは大きな課題として認識する必要があるんだと思います。で、正規社員として働ける機会が少なくて非正規で、まあ、働かざるを得ない人、不本意就労、不本意非正規という言い方をするんですが、本意でなくて非正規にならざるを得なかった人たちが25歳から34歳で 26.4%、 4人に1人を超えているということですから、これは一言じゃないという認識を持たれた方がいいかもしれません。皆さんの中で4人に1人がそういう環境に置かれるかもしれないという、そういう危機感を持つ必要があるのかもしれないということです。まあ、そうした雇用環境の中で今日本の中でどういう実態があるかということをこれからお話をさせていただきたいと思います。パワーポイントの方で前にグラフを載せておりますけれども、各国の年間労働時間の実態ということで、日本がそこにありますけれども、下の方の日本が1745時間、2011年ということになっています。で、これもう一つ上の方に労働力調査の折れ線グラフを載せておりますけれども、下の方は OECD という調査機関が調べたもので、事業主からこう支払った賃金から換算してみると1745時間になるんですけれども、上の方の調査は世帯調査なので、実際に働いているそういう世帯の人たちがどれぐらい働いてますかっていうことに答えたグラフなので、より実態に近いという見方をされた方がいいかと。この乖離の部分、この差はもしかすると会社は払って賃金で換算するけども、払われてない賃金の差、労働時間と賃金の差がここにあるという、こうした実態があることかもしれないというと、サービス残業とかですね、不払い残業がこうしたグラフの中から見て取れるかもしれませんし、ジャム、我々の組織の中で毎年やっております労働調査、労働条件調査というのがあるんですけども、この実態から見ても分かるように、総労働時間見ていただくと、2013年が2039、2014年で2050ということになってますから、より先ほどの2100という数字は決して高く出た数字じゃないという、実態に近いという数字を見て取れるかと思いますし、これ昨年に比べてですね、一昨年に比べて昨年が若干増えていることが分かると思いますけれども、若干仕事量が増えてですね、忙しくなっているということが我々の調査の中でも出てきているということです。この2100時間を超える労働が高いのか低
いのかっていう見方だと思います。所定内労働時間ということで JAM の中では 1845.8 時間ということを示していますが、時間外労働が204時間ということですから、月で割ると、20時間弱ですね、16時間ぐらいになるんですけれども、月あたりそれぐらいの20日勤務で考えれば、おしなべていくと1時間弱ぐらいが残業をするようなことになるというのが平均値だということです。ただこれ見ていただくと、年間時間外労働の実態ということで、平均時間が一番皆さんから向かって、左側の方に書いてありますけれども、全体で年間の時間外労働が 157.37 分という実態です。で、規模別に分類しておりますけれども、規模別に見ていただくと、1人から9人のところが123時間で非常に少ないということですけれども、これどちらかというとですね、調査の中で、1人の商店とかですね、小さな商店とかで時間になったらもう閉めてしまうような商店もあるので、そうした中も含まれてたりとかですね、あと規模が小さいところで時間外労働があんまりないという実態もあるので、そうしたところから見ると、中堅どころが皆さんが就職されるであろう中堅大手のところの時間外の実態を見ていただくと、よりリアルに現場が分かるかもしれません。100人以上300人のところで年間358時間37分、301人からそれ以上の規模で426時間ということですから、12ヶ月で割ると20時間40時間弱ぐらいですよね。それぐらいのお時間になるし、大企業の括りでいくとですね、下のところにありますけれども、年間235時間ぐらいですから、月に20時間ぐらいの規模だと言いますけれども、これは目に見える時間外、管理された時間外という見方をした方がいいかもしれません。そうした中では、時間外労働の実態としては、目に見える部分で20時間ぐらい、日当たり今2時間程度の残業が皆さん就職されたときに、実態として、出てくるのかもしれません。で、下に過労死認定の基準を載せています。過労死はなぜ起こるのかということです。人って働きすぎると死ぬんです。前の時に話を聞いたかと思います。働きすぎると死ぬんですね。日本の労働基準法が8時間ということで定めたのは、なぜ8時間に定めたかって、8時間以上働いて負荷が高いと死んでしまうということです。ちょっと話がずれますけれども、メーデーという話を聞いたことある方おられるかもしれませんが、労働者の祭典メーデー、5月1日が労働者が集まって集会を行います。最近はゴールデンウィークの前に開催する、そうしたこともあるんですけれども、そうしたメーデーは18世紀に何を求めて起こったかというと、8時間労働制の確立を求めて、みんなが行動を起こしたんです。8時間以上働いてて死んでたんです。昔は14時間16時間労働で体調壊して死んでたんです。で、日本の中でも過労死が問題されて、久しいこの数年の中でも、そこにありますように、労災で働きすぎると死ぬよということを労働災害として認めるようになったということですから、働きすぎると死んでしまうということです。で、そこにその基準を載せておりますけれども、月40時間を超えると、それが6ヶ月ぐらい続くと、過労死
につながるリスクが高まるよっていうことも言ってますし、1ヶ月間に100時間を超えるすごい負荷の高い働き方をすると死ぬ場合があるんだということ、または脳心疾患で、体調に不調をきたすということが認められているということで、労災基準をあえて載せています。次のページに脳心臓疾患、精神障害も含めて労災保障の実態をグラフにしております。これは認定される件数は120件強の中で推移をしているんですけれども、申請件数見ていただくと非常に高い比率に件数にあるということが見て取れると思います。842件が平成24年ということですが、これはそれ以降のグラフが入手できてませんが、高止まりしてます。まだ件数がちょっと増えてます。申請件数で、受理されてる件数はほぼほぼ一緒なんですが、そういう実態下にあるということです。で、脳心臓疾患ってどういうことかって言いますと、脳血管の疾患はよく聞く脳出血、くも膜下出血、脳血栓、高血圧性脳症っていうようなことが労災認定の基準に含まれてますが、心疾患、心臓疾患の方は心筋梗塞だったり狭心症、心停止、突然の心停止、解離性大動脈瘤というようなことが含まれるんですけども、体調に不調をきたすっていうと、働き方でこう過労がこうなっていくと血液がおかしくなるんですよね。これ脳も心臓疾患も血液にまつわるようなところと精神的な負担と合わせて体調が崩れることで、バランスが崩れてこうした突然死につながるようなことになってくるということですから、非常に恐ろしいということが見て取れるかと思います。で、私たちの JAM の中での数値も載せておりますけれども、2014年昨年度で、死亡の労働災害が91件発生しています。で、今ほど言っておりますような脳心疾患による死亡は56件、あと自殺が32件です。自殺の背景にはいろんな理由があるんでしょうけれども、限られた我々の組織の中で32件の自殺がある。年間2万人を超える自殺が続いてて大きな問題になってるんですけれども、昨年度は若干平成26年ですから、昨年2万5427人の自殺者が全国です。2万5000人を超える自殺がありました。昨年平成25年から比べると1856人減ってるんですけれども、非常に高い自殺者数です。そのうち男性が占める比率が、7割が男性が占めているということですから、でそのうちよくよく中身を見てみるとですね、健康に問題があるというか、健康に不安を持ってたり健康に関することで自殺をする、経済生活勤務内容、働くことと起因するようなことで自殺する人が19,291人、全体の 76% が労働を介して自殺につながっているというようなことですから、やっぱり働くという中でのストレスやさまざまな負担というのはですね、大きいということが分かるかと思います。これ決して弱い人だけが自殺しているのではなくてですね、傾向から見るとすごくみんなの先頭を走って頑張ってきた人が頑張りすぎて体に不調をきたしたりとかですね、何らかの負担プレッシャーに負けて、悩んで自殺するとかっていうことですから、働く現場って意外とっていうかすごく負担の大きいところなんだっていうことをわきまえる必要があるかと思います。で、次の
ところではですね、そういう過酷なというか、そういう働く実態がこうあって、働く現場、リアルな現場があってですね、それに見合う処遇ができているのかという見方を若干させていただくと、雇用者報酬の実態、日本の雇用者報酬の推移グラフを見ていただくと分かるように、全然上がってないんですね。 87.8%、 2011年12年ぐらいで 87.8% で、喫緊の2013年度調査の結果を載せてますけれども、2013年で1人当たりの雇用者報酬が、下の方の折れ線グラフの方ですけれども、442万、この5年ぐらいほぼほぼ変わってないですよね。上がってないんですよ、雇用者報酬。これまず先進国というか各国と比べて見て、日本の水準が決して上がっていないということは、雇用者ですから非正規労働者の比率が増えたということも一つの背景にあります。で、低賃金の人たちが増えたので、全体感で、レベルが下がっているという水準が下がっているという見方もありますし、ただこの近年ずっと雇用者報酬が上がっていないという、そういう一面と、隣のところに国内総生産、生産性の話を、成長率の話を載せています。国がどれぐらい生産性が上がって国内総生産が増えて成長していくかということを比較しています。日本が、確かに GDP があまり増えてないために、雇用者報酬も増えないんだという見方が、これ連動してますから見えるかもしれませんが、下の方の1人当たりのGDP の推移ということで、あえて分かりやすく載せました。で、特に近年の2015年度に至るまでの数値も載せました。で、これ見ていただくと分かるように、確かに上のグラフでは2011年までは下降気味で下がってたんですが、そこから先はどんどん成長していってるんですね。で、1人当たりの GDP も増えてますので、本来賃金が上がっていかなければいけない、雇用者報酬が上がっていかなければいけないんだけども、上がっていってない。これ向こうの雇用者報酬は直近のが13年までしかありませんけれども、13年も上昇傾向にあった中で上がっていないということですから、過酷な労働実態や負荷の高い労働実態の傍ら、雇用者報酬は増えてないということを、負荷の高い、仕事に対して戻ってくるというか、労働の対価として払われる賃金が上がっていないということが、この実態から分かってくるかと思います。そうした中で、我々働くということは非常に負荷の高い、そういう実態があるということを今ほどまでお話をさせていただきましたが、もうちょっと恐ろしい話を重ねてさせていただくと、今労働者保護ルールの改悪の動きが強まっています。新聞で見られたり、ニュースで見られた方もおられるかもしれません。労働者派遣法が今まさに国会で審議されて、私たち労働組合が国会前に先日も座り込みやって、派遣法改悪阻止ということでやったんですけれども、派遣労働者、いや皆さんは派遣労働者で働くつもりは一切ないんだと思います。今の時点ではです。現行の派遣法は原則1年でという、派遣労働者ということは臨時一時的な働き方で、特別な働き方なんだって定義づけてたんです、今まで。でも今度の改正で何がされるかっていうと、今まで原則1年だったものを3年延長する。もう一つは、派遣会社に雇用されたら 無期限で働くことができると言ってるんです。今ほど
皆さんは派遣会社に勤めるつもりはないという話をしましたけれども、例えばですよ、これから先この派遣法が改正されて改悪されて、大企業が雇用する人はこの派遣会社経由の人しか派遣は、いや労働者は雇用しないというルールが日本に蔓延していったらどうなるかっていうことです。うちの会社に面接来て、いい会社ですね、就職したいんです、分かりました、じゃあここの派遣会社に就職してください、であればここでうちの会社で働けますということができるようになるんです。これからです。派遣法が改悪されると、この丸二のところに書いてありますけれども、派遣会社に雇用されていれば、無期雇用、就職していれば、ずっとその会社に派遣することができるということです。今までは無理だったんです。で、丸一のところに書いてますけれども、今まで1年だった限定的な28業種にだけ認めてた派遣が、これが撤廃されるんです。いろんな人も、すべての人が派遣の対象者、派遣業務の対象にしましょうって改悪されます。で、そのことによって1年が3年に伸びるだけではなくて、3年経った時に職場を変えれば、転々とすればずっと継続して、まあ、下みたいにですね、丸2に書いてあるように無期限に受け入れられるようなことも可能になってくるということです。そのことを考えると、派遣会社に無期雇用されてなくても派遣会社に登録している人たちが転々とすれば働くこともできるということも合わせて改悪されるわけですから、まあ、この改正改悪が行われてすぐに皆さんが就活されて企業に就職したときにこのことが蔓延しているとは思いませんが、こうした社会になるという危機感を持つ必要があるんだということ、これ非常に恐ろしい話で、我々の、まあ息子の世代、まあ、皆さんの世代、または孫の世代にこうした働き方で、会社が雇用するのは派遣会社を経由して、そうした働き方、派遣労働は低賃金で過酷な労働をするというのがありますから、安くてずっと派遣社員で働かなければいけないというような、そういう就職しかない可能性があるということ、派遣会社に無期雇用、終身雇用されて不安定雇用じゃないからって喜ぶ人はあんまりいないですね。できればそこの会社に正規社員として働きたいと思われる方多いんですけれども、それが叶わない社会になる可能性がある、そういう日本に なる可能性があるということが一つの大きな、恐ろしい課題です。もう一つは高度プロフェッショナル労働制度というのが今議論されています。特定の高度専門業務に当たる人、皆さんの中でもその資格を取って、そういう専門的な業務に就く方が出てこられる可能性が非常に高いと思います。そうした中で一定の要件を満たせばこうした働き方ができるということ、これは労働時間ではなくて成果、アウトプットだけを基準とした働き方ということに変更されるということです。一定の要件の一つには年収が1075万円以上で、もう一つは職務の範囲が明確で高度な就業能力を持っている、もう一つは長時間労働防止の措置ということですけれども、成果を求められたときに時間管理がどういうふうにやられるかということについては、まあ、非常に問題意識が強いんですけれども、そうした働き方もできるようになるということです。皆さんがそういう技術を持ったり、そういう専門的な知識を有して専門業務に就く場合、こうしたことになるかもしれません。このことはですね、まあ、先ほど言いましたけれども、短時間で働けるという保証ではないんです。アウトプット成果を出してくれれば、高い年収を保証して働くことができるような制度になるということですから、そこでは働いた時間ではなくて成果で賃金が決まる脱時間給の制度、時間外労働ということでは、そこにもレジュメというかお手元の資料の中にもサブロック協定と特別条項ということを載せてますけれども、日本の労働時間というのは8
8時間以上働かしてはいけないという労働基準法で定められています。週40時間しか働いてはいけないという労働基準法になっています。それはそれ以上働くと死ぬからです。死ぬ可能性が高まるからです。唯一それを除外できるサブロック協定という労働基準法36条に定められた、それを免除する8時間以上働いてもいい労使の約束を取り付ければ8時間以上働いてもいいよという、そういう日本の法律になっています。まあ、それぐらいに8時間以上働くということは、長時間働くということは体に対する負荷が高いということを国も経営者側も労働者もみんな知ってるからです。だからそうした解除しないと働けない日本の労働制度になっているんですけれども、このコードプロフェッショナルのところはその範囲ではないということです。憲法の中では法の下の平等っていう原則があります。日本国民は法の下にあって平等でなければならない。でも法の中でも特別な人が、一部の人は法の枠から外れてもいいよっていうことを今日本の中で作ろうとされているということですから、こうした動きに対しても我々これから皆さんも働くという立場で、こうした日本の、まあ、政府の動きに関しては、まあ、一大関心事としてですね、明日は我が身としてこうした動きを捉えていく必要があるんだということで、あえて2つの、まあ、我々に負荷の高い働き方を強いるような法律改悪の動きについて紹介をさせていただくということです。でそうした労働者を取り巻く状況がある中で、労働組合が何をやっているのかということをこれからの時間でお話をさせていただきたいと思います。労働組合の役割は5つの役割を持っていると言われています。労働条件、基準の設定をする、決定をする、まあ、不当な扱いを是正する、経営に対するチェック、監視をする機能、まあ、人間らしい尊厳のある労働を実現するという機能、あとは社会的役割の発揮という、こういう5つの役割を持っていると言われています。まあ、皆さん一番関心の高いのは、労働組合が会社と交渉して賃金を決めるという春闘というシステムが日本の中にあります。この賃金に関する話ができるのは、団体として話ができるのは労働組合が唯一保障された団体交渉権という権利をもとに、そういう交渉をする権利があるんですけれども、まあ、一人一人が会社の社長に賃金上げてよって話をして、いやお前だけ賃金上げるわけにはいかないよっていう話になるんだろうし、そこでは一定の基準制度の下で賃金を見直されるという動きだと思いますけれども、まあ、皆さんにお願いしたいのは、賃金を決めるときに自分の意思を反映してくれる組織があるということは非常に重要なことだということです。その自分の意思を反映させるためには、今ほど言いました団体交渉権やそうした権利を持って会社と対等に話ができる組織が必要だという、それを担っているところが労働組合ということです。で、労働組合は過去囲みのところに書いてますけれども、皆さんに与えられた団結権という権利が、憲法に保障された権利がございます。その権利を行使した人たちが集まって結社を作る、組織を作るということで組織することができるのが労働組合です。一人一人が自分たちが集まって力を結集して何か行動を起こしたり、労働組合が持っている役割を我々も持ちたいなと思ったときに、労働組合というところを、労働組合という組織を作ることができるということです。下に書いてありますけれども、労働者と経営者が対等ということは、
労働組合があってしてもなかなか対等原則を確立するというのは非常に難しい状況があります。ましてや労働組合がない組織で企業で働いている一人一人の労働者は非常に弱い存在だということです。で、労働組合が何をしているのかというのは一人一人の思いを集約して集めてそれを制度、企業の中における制度、労使の約束事として制度化します。それを一般的には労働協約ということで労使で約束事を作ります。そのことをずっと運用することによって働きやすい労働環境であったり労働条件で皆さんの雇用や暮らし労働環境を守っていくというこうした取り組みを労働組合がやっています。これは企業内だけではなくてですね、この労働組合がやっている取り組みが社会全体的に及ぼす影響というのは非常に大きいんです。波及力は大きいんです。会社と交渉をしてこうした取り組みができるこのことによって社会全体の水準を作る労働者の賃金の水準を作るということが労働組合が先頭に立ってやっているということです。賃金の話は後ほど若干しますけれども春闘で決めた賃金は労働組合のないところには影響を及ぼしてないのかというとそうではないんです。労働組合がないところでも労働組合がある企業が決めた賃金は初任給であったりとかですねその賃金の水準が決まっていきますから同じように企業間で競争をしようと思うとその労働条件に近いところに行ってこなければ労働力が得られないので波及してるんです。労働組合が決めた相場労働条件そうしたことを踏まえると労働組合が社会に及ぼす影響というのは非常に大きいんだということを知っていただければと思います。ただ一方で労働組合の組織率悲しいから年々下がっています。で、労働組合の組織率が下がっているのは下に書いてますけれども産業構造の変化で、サービス産業が増えたという言い方もありますけれども先ほど冒頭言いましたけれども4割近い非正規労働者の人たちが増えてきている中で非正規の人を組織化できてないというそうした課題もあります。もう一つには組織拡大労働組合が組織を拡大していかなければいけないという問題意識の欠如危機感の欠如というそうした指摘も一方ではあります。労働組合の存在意義の低下ということで労働者の雇用を守る取り組みや企業競争力の向上に向けた取り組みそうした存在意義を本来果たさなければいけない存在意義が果たされてないから不要なんだという見方がされているというような厳しい指摘もございます。ただ一方でですね、我々労働組合1800の労働組合と日々いろんなやり取りをしながらですね、話をしてるんですけれども働いている人たちの団結先ほど団結権の話をしましたけれどもどうなんでしょう皆さんの意識の中にみんなで団結して何かを作り上げようとか守っていこうという意識っていうのはどうなんですかね低くなってきてるというか自分のことは自分で守るっていうそうした意識の方にこう向いてるのかなというのが若干私もこの労働組合の仕事に携わってきて感じる時が多々あります。先ほど言ったようにですね、一人一人ではやっぱり弱くてですね、団結しないと守れないんです。力を合わせないと守れないんです。で、守ったと思ってても守れてないんです。これ後の事例の中で説明をさせていただきたいと思いますけれども、なかなかですね、全体感で団結した組織の強さっていうのは、非常に力が強くて守れる範囲も大きくてそうした中では労働組合の中に加盟して
一緒に力を合わせてやっていくというのは非常に大きな成果を生むということを知っていただければと思います。賃金の引き上げ方というか、春闘というキーワードを新聞やニュースで見られたかと思います。4月前まで、3月からですね、4月にかけて春闘の話題が結構ニュース等々でも取り上げられます。春闘によって賃金が上がるわけですけれども、春闘というのは労使がその時期に一緒に交渉して今年の賃金をどう設定するか、引き上げるかという話をするというのが春闘です。でよく出てきています2つの、まあ、キーワードといいますか言葉で、定期昇給制度、定昇という話が出ます。定期昇給というのは一つ年を取れば賃金が自動的に上がるという定期的に昇給がされる制度のことですから、定昇、定期昇給制度ということ。もう一つはベースアップというのは、社会情勢が変わったり企業が著しく成長したときに今の水準を引き上げようとする全体的なレベルアップを図る、底上げを図るというときにベースアップ、ベアということが実施されます。今年も物価上昇がありましたので、ベースアップを含んだ春闘が展開されました。皆さんは一つ年を取って、例えば30万円という賃金をもらってたとします。それが24歳で30万円もらってて、25歳になっても30万円だったら賃金が同じなので賃金下がってないって思われるかもしれませんが、一切年を取ってて賃金が同じということは賃金が上がってないんです、下がってるんです。実態として、この階段方式に書いてますけれども、一つ上の先輩は自分より高い賃金で働いてるんです。でも自分がその年になってその先輩の賃金に追いついてないということは賃金が上がってないんです。そこまで賃金が、労働条件が悪くなってるんです、自分たちの。そのことは意外とですね、働いてるところでまあ下がってないからいいやっていう考え方で、思われる若い人たち多いんですけれども、今年まあ上がってない、下がってない、30万円だからいいやと思っても、これ30年間ずっと同じ賃金だったら結婚も家庭も家も持てないですね。下がってないんじゃなくて上がっていかなきゃ障害設計が作れないです。だから企業は定期昇給制度等々で障害賃金のことを考えてこういう制度を作っていくんですけれども、そこの中で春闘の取り組みでベースアップや定期昇給、まあ、実態として2014年度が 2.18% の賃金が引き上げられました。2015年度で 2.36、 若干昨年より今年の方が、まあ、4月末の数字ですけれども上がっているということです。まあ、その背景にはベアがありま、あ、すみません、物価上昇がありましたので、物価が上がった分上げざるを得ないという背景があるということです。春闘の流れについてはこうした交渉のプロセスというか流れですので、お読み取りいただければと思いますけれども、労使がこうした話し合いをして合意に至ったときに新しい賃金が生まれるということです。政労使会議という会議があって、安倍総理が会社側に賃金上げてください、日本が景気を回復するためには賃金上げてもらわないとダメなんです、経済良くならないんですっていう話をされたんですけれども、安倍さんがこうお話をされて賃金が上がるんだったらどんどんやっていただきたいですね。上がるわけないんですよ。企業の中でどういう労働力を提供してどれぐらいの成果を出したかっていうことがやっぱり前提になってて、企業が成長してないのに、働いてないのに国が賃金上げてやれよって言って上げれるわけないんです。だから我々は春闘交渉や労使交渉の中で何を話すかっていうと、私たちが頑張ってきたこの成果を賃金に反映してくれよっていう話をするのが春闘ですから、国がいくら企業のことに、まあ、内部干渉というかされてもですね、内緒で触れないんです。
個別の企業においては個別の企業の実態を踏まえた払える金額を払うという、これも当然ですよね。そうした中では、まあ、国はパフォーマンス的にやっていただいて、それがそういう雰囲気を作るということには、異色になっているかもしれませんが、実態として上げるのは企業の利益が生まれているかどうか、合わせてその支払い能力がどこにあるのかということを踏まえて賃金が決定するということです。春闘の状況をそこに記載していますけれども、関心のある皆さんが就職されるであろう大手企業の中で、トヨタが今年度1万1300円上がりました。年間一時金246万円もあります。これはやっぱり日本を代表するリーディング企業ですね。こんな高い水準というのはなかなかありません。まあ、自動車関係、日産自動車が1万1000円今年賃金が平均で上がります。年間一時金は210万円。これも非常に高い水準です。島津というジャムの仲間が年間一時金、まあ、夏だけで100万円。これもジャムの中においても非常に高い水準。大手だとこれぐらいの水準を払うところがやっぱり一流企業と呼ばれる水準ですよね。まあ、調べてみると大体200万円程度が一時金として夏冬2回の中で年間通じて100万円ずつぐらいが払われるという、こういう相場があります。賃金も9000円近くから8500円から1万1000円ぐらい上がるというのが平均で一部企業のところです。ただしベア額だけ見るとジャムで1854円、定期昇給分が我々は 1.5% 4500円という言い方をしてますので、4500円に1854円足すと6000円強ということですから、全体的には大手と比べればかなり低い相場が実態だということが見て取れるかと思います。ここから3件のですね、事例を報告させていただきます。この事例は我々ジャムの中で起こっている実態で、皆さんがこれから社会に出て働くという現場に出ていったときに、こうした実態もあるんだということを知っていただく危機感を持っていただくということで、あえてお話をさせていただきたいと思います。まあ、過酷な状況を労働組合がどう取り組んで改善していったのかという、労働組合の役割もそこの中で知っていただくという意味で、事例を3点紹介させていただきたいと思います。まあ、1つ目の事例は長時間労働、超払い残業の対策ということ。働きすぎると死ぬという、先ほどからずっと連呼していますけれども、これジャムの仲間で2010年、若干古いんですけども2012年の間で、特定の部門の中でメンタルに不調をきたす者や会社を辞めてしまう人たちが多発したということで、調べてみると、まあ、パワハラと不払い残業の存在があって、過重労働の現場であったり上司からのパワハラによってですね、それをサービス残業、不払い残業をせざるを得なかったという実態の中で、高負荷の業務指示、パワハラがあって、メンタルに不調をきたす人が多発したということ。調査してみるとですね、一番多いのはサービス残業が不満の一番で、パワハラが2番、あとは職場のコミュニケーションが足らなかったり、業務量や業務指示のあり方、またはそれに見合う評価が得られないということへの不満が好意に挙げられているということでありました。でそれに対して労働組合が不払い残業による高負荷な労働実態を調査するということで残業実態調査を行いました。で月10時間未満で働いている人が64人って多いんですけれども、10時間以上20時間未満が47で、20時間以上40時間で、40人という、比率としては
40時間以内の人たちが多いんですけども、下の方を見ていただくと40時間を超えて60時間から、これ過労死の認定基準に入ってくる人たちがこの下の色のついた下3つのところなんですけれども、そういう働き方をしている人たちがいるということです。80時間以上を月にやっているという人たちが11名もいる。特にこの職場の大半がこの青色に塗られた色がついた部分の働き方をしている人たちということで、不満が非常に多かったということでした。で、労働組合がこうした現場の実態に何をしたかというと、不払い残業というのは働いている労働力を提供したのに賃金を払ってもらえないということですから、ただ働きをしたということになります。ストレスたまるのはまさに働いてるけどもお金にならないという部分は、ただ働きすると働いてる単価を下げるのと一緒ですよね。払われてる部分の労働力と払われない部分を通算して考えれば時給が下がってるということですから、皆さんもアルバイトを等々しててただ働き的なところ、今っていうブラック企業的なブラック経営をするようなところで働いてて、5時間はバイトで遅れるけど1時間半はただ働きで後片付けやって帰れとかですね、あとは30分前に入ってって、拘束時間が8時間もあるのに5時間しかくれないとか、そういうところでアルバイトとかされてたりしたら、それは賃金を支払ってもらう権利がある。働くというところは業務指示がそこに及んでいるところは働いているということですから、ちょっと横道逸れるかもしれませんが、朝来てラジオ体操やりなさいって指示を上司が出しました。じゃあ8時から始業時間ですけれども、7時45分に来てラジオ体操やってくださいって業務指示が出たら、ラジオ体操は労働時間です。片付けて帰れ、終業後に午後5時に終業時間を迎えて、それまで片付けはするな、でも30分かけて片付けて帰りなさいよって次の人のためにって言った、その30分かかった片付けて帰れという指示があった以上、それは労働なんです。そういうことを含めると、不払い残業っていうのは皆さんの働いているアルバイトしているところの部分でも多々あるかもしれませんので、そういう見方をされた方がいいです。ただ働いている、先ほど言いました弱い立場の皆さんがそれを求めることができるかっていうことになると難しい、言いづらい。で、その今のバイトを失ってしまうと小遣いがなくなるとかですね、生活が困窮するとかっていうさまざまなことはあるかもしれませんが、一つ知恵をつけるならば、そのことに対してメモを取ってて、本当に辞めるときに請求するということができます。2年間請求権があるので、皆さんはただ働き的に指示を受けた何時から何時までに、この日30分、この日1時間をつけて、それが210時間あれば、辞めるときに労働基準監督署にこういう実態があるので支払い命令をお願いしますということで、バイト料をもらうということもできるということです。これは労働法に定められた請求権に基づいてできるわけですから、そういう労働実態をちゃんと自分でメモを取っておく。で、今は言えないけども、いつか言ってやるということもできるということですから、ただし皆さんの働き方が非常に負荷の高い過労死に連動するような、直結するような働き方があるんだとするならば、今直ちに言われるべきだと思いますけどね。で、若干横道取れましたけれども、そうした不払い残業がある実態の中で、私たち労働組合が何をしたかというと、今まで払ってなかった残業代を皆さん清算しろということで、清算しました。2011年の1月から2012年の12月までの2年間、請求権のある2年間で73名を対象に4230万円払っています。会社は4230万円今まで払わなかったんです。会社にとってもそれがただ働きをさせて得た利益を
利益として上げてたんです。でも実際に働いた労働力を提供した本当の意味での利益っていうのは4230万円を払った中で生まれるものですから、そうしたものを労働組合が会社に交渉して、支払うことに、させたということ、あとはパワハラがあった現場を対策委員会作ってパワハラを排除するということで、そうした、パワハラを受ける側の権利やそうしたことに対して毅然としてそれはパワハラですよと言えるためにも自己啓発をする研修教育体制の強化であったりとかですね、あとは相談窓口の開設を実施してハラスメント対策、これはハラスメントということでくくったんですけれども、パワハラを含めてセクハラや今ありますマタハラとかですね、そうしたさまざまなハラスメントに対策する、そういう対策窓口を作ったり、あとは労働時間の対策指針で働きすぎを是正するということで年間総労働時間1800時間に向けた指針を作って労使で確認をするということで働きすぎを改善するという取り組みを労働組合と一緒になってやる、あとはこうしたパワハラをやってきた所属長の処分を労働組合の指摘によってするということで、労働組合弱い立場の我々が上司に対して対等な力を持って話をすればこうした上司を転勤させたり降格させたりできるんです。それは労働組合団結する力によってこうした我々の権利を守ることができるということがこの事例からも見て取れるかと思います。で、このパワーハラスメントに関する労使の協定を結んで、私たちの会社にはもうパワハラは生まれないんです、生まないんですということを労使で確認をしたというこういう事例でございます。2例目はこれはこれから皆さんが就職しようとして選ぶ企業は大企業で安定した経営の下でいい賃金で働ける環境、それは当然目指しますよね。私が皆さんの立場だとそうするでしょうし、ただそうした非常に景気の良かった企業であっても海外を含めてグローバル展開をした1万人を超える大きなグループ企業でありますけれども、その中の一つの2658名の組合員を抱えるこの企業、自動車の、足回りっていう言い方で分かるかどうか分かりませんけれども、タイヤがついているそのあたりの部品を作るようなところで日本でも非常に有名な企業です。でそこがそういうグローバル展開をしていったんですけれども、海外への生産シフト、生産拠点をどんどん展開していって、国内の空洞化が進む、産業空洞化が進むっていうのはよく皆さんも耳にすることあるかもしれませんが、そうした中で海外にどんどん生産を移管した、で国内の中ではもう競争できなくなってしまう、価格の問題でできなくなったというような原価がもう折り合いがつかなくなったという中でもう海外にシフトせざるを得なくなったというそういう事例です。でそのことによって2013年が赤字に転落して再建をするために合理化を進めなければいけなくなったというこうした事例です。会社分割と規模退縮を募る結果になりました。でここではその事業を分割して取引メーカーと合弁会社を作る、納めている自動車メーカーと合弁会社を作ってより高度な技術を持って、専門的な、競争力の高い高付加価値の製品を作ろうということで合弁会社を作るということにしました。ただし企業の中におけるその事業部の分割して合弁会社を作るわけですから、今皆さんが就職した企業でその事業部に配属されたとしたときに、その事業部が自分の会社じゃなくなるということの事例です。就職した会社の中の企業の中の
一定の事業部が採算が取れないので外出しされて、その企業績が変わってしまうという事例です。で、企業も変わるし、新しい会社へ出向してその後転籍ですから、今までのあった企業籍がなくなるという、そういう対応を強いられた450名や辞めざるを得ない200名という、そうした事例でありまして、労働組合がどういう対応をしたのかということで、希望退職の定数、本当はもっとですね、会社は300名強の提案をしてきたんですけれども、本当にその希望退職が必要かということもありましたし、事業部を外に出すので、その特定の事業部の整理開講でやったらどうかというような話も労使協議の中では出てきました。ただし、本当に再建をしようと思うのであれば希望退職に、とどめるべきなんだということで、辞めたい人に辞めていただくという希望退職を不従の選択として選んだということです。で、事業部、特定の事業部だけではなくて、全社における今辞めたいと思っている人たちに手を挙げていただいて、200名を募集するという対応をしたという。で、辞めていただくわけですから、会社の事情によって辞めていただくんで、退職金に上乗せ36ヶ月、最大で36ヶ月、3年分の上乗せ金を払って、次の就職に就くまでの生活に充ててもらったりとかですね、そういう対応をしたということが一つの取り組み。もう一つは、出向していただく方々に、その条件であったりとかですね、そういうことを労使協議で徹底的に協議をして確立していったということです。端的に言うと、ここの会社 A という大きな企業に勤めた皆さんが B という新しい会社、子会社に、新会社、設立会社に行くわけですから、障害賃金ではあんまり遜色のないような労働条件で、辞めていっていただくというか、転籍していただく方々に、A 社に勤めてたのとあんまり変わらない、でもっと新会社で頑張れば一時金でその分 A に勤めるよりも良くなるような、そういうことも含めてですね、労使で条件を整備していったということです。あとは雇用の安定に向けた労使の協定を結んだということで、今後一切に関わる労働者の権利に関わる、雇用や労働条件に関わる一切の事項は労働組合と必ず協議をしてくださいということの協議約款というものを結びました。これ労働組合に言わないと、こうしたさまざまな提案はできなくなったということですから、労働組合が必ず組合員の権利に関わること、労働条件に関わることについては、すべて窓口になって、その対応に当たるという約束を取り付けたということで、再発防止に向けた取り組みが、この2例目の事例でございます。労働組合、1件目は職場の環境改善、と2つ目は、不幸にも仲間を失う結果になるんですけれども、失うにあたってはその人たちの今後のことも含めて徹底的に協議をして、そうした条件を確立していくということに努めた、この2つの事例でございます。3点目のこの事例が非常に皆さんにも関わってくるかもしれませんし、恐ろしい事例という見方ができるのかもしれません。いわゆるブラック企業によって企業が乗っ取りをされる、そのことによってさまざまな労働条件が切り下げられたり不当な扱いを受けたりという、こうした事例です。皆さんがこれから就職する、社会に出ていい企業に身を置くという中では、今はいい企業であるかもしれません。
でも資本が変わる、企業が乗っ取られることによって一転するということもあるということの事例でございます。これあえて企業名も出してますけれども、グループ会社60社で1万人を超えるそうしたホールディングスが TCS ホールディングスという会社があります。ここが今までこうした事例で困らせられたことって少なかったんですけども、この最近こうした事例がどんどん進行していって、侵食していって、恐ろしい社会になりつつあろうとなろうとしています。どういう手口かというと、株をですね、関連会社60社ありますから、そこの関連会社にちょっとずつ株を持たせて、ある程度の 30% 近くの株を持って、それが保有できた時点で一つのところに集約して、うちの持ってる株は 30% を超えてるんで筆頭株主です、今日から私たちが経営者ですということに名乗りを上げてくるということです。いや、これ大企業ではですね、そういう対策をされてるんですけれども、ただしジャムの仲間、我々の仲間の4社がこの傘下に組み込まれていったということですから、1800の組合のうち4社がそうした手法によって持っていかれてるっていうのは決して低い比率じゃないということですし、これはこれからお話しするようなことが労働組合があるからできること、労働組合がなければそのまんまっていうことの二極化する話ですので、聞いていただければと思います。でどういうことをやってるのかということで、TCS っていう会社がこれまでやってきた、悪事というか、それをそこに載せてます。2009年4月に採用した新入社員を含む、4月に採用した新入社員を含む1600名をその9月には退職勧奨して削減した、辞めさせたということです。合わせて内定の人たち、あとは偽装契約や違法派遣、こうした脱法行為を繰り返して IT 業界の中では非常に厚みの高い企業の一つに挙げられているということ、この経営の手法が利益至上主義、従業員の賃金や労働条件はもう基本的にはもう凍結してあげないんです。先ほど言ったように賃金が下がってないからいいと思うんではなくて、賃金がもう上がらないんです、ずっと。そうしたことをするような企業だということ、あとは労働組合があって、そこで先ほど若干触れましたけれども、労使が決めてきた約束事を労働協約というルールがあるんですが、労使のルールがあるんですが、その労使のルールを一方的に破棄したり、組合役員を移動させて組合運営を支障をきたすような事態に持っていったり、あとは組合役員に恫喝して組合活動を妨害する、もうそうしたことを常態化しているということ、あとはこのオーナーの側近を関連会社の社長や役員に据えて、すべて自分の統制下に持ってくるという中で、それに従わない役員や管理職は降格や移動、クビにしたりとかですね、そうしたことをやってきた。もう自分が思った通りの経営ができないところは全て排除するという、こうした企業経営のスタイルです。で、具体的に書いてますけれども、組合潰しの実例、これ2つの会社がまさにセコニックという光学機器を作ってまして、そこでは2部上場の会社なんですけれども、年末一時金、冬の一時金を一方的に協定を結んでたにもかかわらず凍結して不支給にするということを一方的に言ってきました。これは春闘で決めてますから、春闘の時に年末一時金は何ヶ月って約束をして合意をしてるんです。お互いに印鑑をしてるっていう合意文書があるにもかかわらず、
支払う前に払わないよって一方的に凍結してきたというこうした事例です。でこのことは約束ですから労使の合意文書もあるので一方的なそんな不利益返付は認められないと裁判になったんですが、まあ、これは裁判では勝利をして払われることになったんですけれども、その後払いせにというか定期昇給制度がここにもあったんですけれども、経営が芳しくない、経営状況が芳しくないので、定期昇給は凍結させてくれという一方的な理由で、決して定期昇給を支払うことができない、そういう状況下にはないと我々の分析では出てるんですけれども、一方的に凍結をして3年間行われてないということ、まさに先ほど言ったように賃金がずっと3年間一緒の状況で働かさせられるという実態が出てきています。で、労働組合を敵視してますので、労働組合を弱体化するために新たな新規の従業員は雇わないで、グループ会社から派遣したり出向させて、組合にできないような状況で組合人数をどんどん減らしてくるという、そういうやり方をしているということが一つ。もう一つは日本コンベヤーということ、これ今も逃走中で、なんですけど、2014年の春闘の年末の一時金を、これも同じく引き下げ提案があって、これは本当にえげつないというかですね、労働組合との協議がまとまってないので、引き下げ提案をしたということでの協議をしてその合意に至ってないので、合意に至らない間は支払うことができませんということで支払いをずっと伸ばしていくんです。で年末一時金年の瀬にやっぱり、ね、支払いもローンもあったりして皆さんお金に困るので、いや何とか払うようにしてもらってくれよって労働組合も組合員が言うんですよ。なら、いや組合との協議は整ってないけれども、組合を抜けて組合員じゃなくなれば私たちの決めてる基準で払います、この引き下げた2ヶ月であれば 1.5 ヶ月、会社は 1.5 ヶ月だったら合意するけどっていう 1.5 ヶ月を組合員から外れれば 1.5 ヶ月払ってあげるということで組合潰しをやってきます。ここの組合は昔から歴史のある組合で団結する強い力を持っていたので、誰もそういうことにはそそのかされず、むしろ労働組合が分かったと、みんなの賃金の立て替え払いを一時金の年末一時金の立て替え払いをして、困った人には貸し付けをするから払われた時には組合にそのお金を返すということで、そのことによって困った人を助けたんです。で、その一方で労働基準監督署にこうした事態が起こってて、一方的な賃金の未払いが発生しているということで労働基準監督署が入ってきて、監督官庁が来たので会社も慌てて、払うように合意に至ったというこうしたことなんですが、労働組合がそうした毅然とした態度で望むことによって会社への圧力を跳ね返すことができる、唯一跳ね返すことができるそういう組織は労働組合しかないんだって先ほども若干触れましたけれども、皆さんに保障されている団結権を使って、憲法に保障された団結する権利を使ってみんなと一緒に団結することによって自分の身を守ることができるというこうした事例です。だから労働組合は決して皆さんから見ると古いイメージの組織かもしれませんが、今なおこうした社会の中で日々発生しているさまざまな問題を解決している、自らの力で解決している組織は労働組合です。それ以外は個々に解決している、ごく稀なそういう勇気ある人がそういう成果につながっている例もあるかもしれませんが、大半は泣き寝入りしてるんじゃないかと思われます。だから皆さんに与えられている権利を行使してですね、ぜひとも
労働組合があるところには労働組合に加入いただいて、みんなと力を合わせて自分たちの労働条件や権利、雇用を守っていくという取り組みをしていただければと思います。人を大切にする企業づくりということでそこに書いてますけれども、我々労働組合は働く価値を最大限会社に認めていただいて、その上で本当の意味での労働の尊厳を守った、働く価値を守った、そうした働き方を提供するんだということで、労働は商品ではないということが、これはあのフィラデルフィア宣言というのが1944年に結ばれる宣言がされました。で、ディーセントワーク、働きがいのある人間らしい仕事、これが労働の尊厳として守られるべきなんだと。労働は切り売りされるような商品とは違うんだ、そこには人間とする人格を持った人間が提供する労働力ということだから商品ではないんだ、労働力を買ってるという意識で労働者の権利を奪うなということが前提で、こうした労働は商品ではないという宣言がされた。働く人たちの権利や価値、ディーセントワーク、働きがいのある人間らしい仕事、そうした尊厳が守られて労働は成り立っているんだということがあります。で、これからの企業はもうかねてから言われてるんですけれども、 CSR 経営、社会的責任を持ってるんだ、企業は社会の公器、公の器ということをよく言われます。企業はそこに進出してきて地域の労働力を提供いただいて企業活動をして、その商品を作って製品を作って社会に貢献するために、そういう経済活動を行っているという、そのためにはそこで働いている人たちの幸せ、または地域に対して、ちゃんとした責任を果たす必要があるし、社会に対して自分たちが作っているものに責任を持たなければいけないという、こうしたルールがあります。我々、JAM が求める企業の姿という書き方をしてますけれども、そうではなくてですね、皆さんと共にこうした働き方を守っていく必要があるんだということで書かさせていただきました。あの、持続可能な働き方もそうですけれども、まさに川上から川下まで全ての人たちが幸せになれる、そうしたものを守っていかなければいけない。安いものができているとするならば、安いものができる理由がそこにあって、それが企業経営をブラック企業な経営のもとに成り立っているとするならば大きな問題だということを書いています。最後になりますが、あの、労働者は取り巻く環境非常に厳しいんです。ただし人を大切にする企業というのはあります。そうした企業を皆さんが就職活動の中で選んでいただきたいし、一人で頑張りすぎず仲間と一緒に、先ほど来話をしてますけれども、労働組合も含めたみんなで力を合わせて、自分たちの権利、を守るということに取り組んでいただきたいと思いますし、一人で悩んで一人で苦労するんではなくて力を合わせて、行動をするということが非常に重要だということです。一人一人の意識が変わることで生活習慣も変わって行動も変わるので、社会全体を良くするためにはみんなの行動を変える必要があるんだということです。ブラック企業をのさばらせないためにも、そうした企業は撲滅するために我々の行動も責任ある行動をしなければいけないということでございますので、ぜひともこれから社会に出られる皆さん、厳しい環境下ではありますけれども、力を合わせて自分たちの権利を守ることができますし、いい企業もいっぱいあるので、そういう企業を選ぶ目を持っていただきたいということで、若干最後早口になりましたけれども、皆さんの今後社会に出ての頑張りに期待して、私からの説明